日本群馬県前橋市、堀越町、堀越町は、群馬県前橋市の地名。旧瀬田郡大郷町大和堀越にあたる地名である。郵便番号は371-0231。面積は5.65平方キロメートル。赤城山の南六、荒戸川右岸に位置している。地名は、堀越町だが、前橋市役所王支所がある。室町時代頃から、ある地名である。 江戸時代からは、はじめは、大御藩領、玄奈三年に、前橋藩領、明和五年に、幕府領、天明年間からは、立林藩領だった。大御城に、牧野氏が入っていた頃は、大御城下の武家地に咲かれ、多くの寺院が配置された。しかし、松平氏が、前橋藩主となると、城代も廃止され、武家屋敷も取り去られた。地名の由来は不明。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高下電気鉄道高下線の線路が通過しているが、鉄道駅はない。赤木タクシーが運行を行っているデマンドバス方式のふるさとバスがある。国道はなく、県道は群馬県道3号前橋大間巻流線。 群馬県道34号渋川応募線が通過。応募郵便局当庁が避難対象区域となった場合、町内にある前橋市立応募中学校に避難する。ありがとうございます。